うわ。まあ偽金を作ったね、洞窟にね行こうかなと思います。遊郭があったということで、ちょっとねその島に、そうですよね、これはもうこんだけ人が住んでたってことですよね、この島に。リアルにね。こんにちは。あの洞窟探してるんですけど、タバコの自動販売機が、うわ、門がぶち壊れて、ちょというわけで皆さんおはようございます。今日はね、頭島というね、日生諸島の島に、来てるわけですけど、まあここはね、普通に車で、行き来できる場所なんですけど、まあ今日なぜね、ここに来たかというと、大田部島に行こうかなと。まあもちろんその日生港から、船もね、出てるんですけど、まあこちらから行くと、160円ぐらいで、行くことが、できるんですよね。で、この大田部島ってのが、その、1698年の、岡山藩によって西国大名の参勤交代などの、風待ちのために港が置かれたという場所なんですよね。このね、日生諸島のその活性化の、ために、いろいろやられている、川辺荘の、アドベという、団体の方によれば、遊郭があったということで、ちょっとね、その島に、今日は、行ってみようかなと思うんですけれど。頭島から、大田部島まで160円。ここで気をつけておきたいことがある。船の便数がかなり少ない。頭島から大田部島の船は1日4便しかない。帰りも4便しかない。日生からだと1日7便出ている。帰りも7便だ。停泊時間が2、3分だろうか。スピーディーさに驚く。はい、というわけでこれからね、大田部島に、行くわけなんですけど、まあ、結構いろんな、ね、島が、に囲まれているこの、日生諸島なんですけど、ね、このね、後ろに、僕の後ろにある、島が大田部島という島なんですけども、雑談なんですけど、この、僕の後ろに見える、ちっちゃな島なんですけど、ちょうどイカダの横かな、ち
っちゃい島なんですけど、昔ねその隠れキリシタンの流刑地、島流しみたいな感じの、で使われていた島だということで、ここまで ここまで行くにはチャーターで、ね、行かないといけないということで、またね、後日行こうかなと思います。すごいな。はい、まあ、この周りね、牡蠣の養殖のイカダで囲まれてるんですけどね、うまくそのくぐり抜けるような感じで船が、大田部島に、進んでるのが、分かるんですよね。すごいな。はい、というわけで、古くから開けた歴史と伝説の、島、大田部島ということで、まあその岡山藩とか、そういう時代に、まあ移住者に開拓がね進められたということで、江戸時代には藩札を、偽造した場所として伝えられる、洞窟もありと。はい、この洞窟がねおそらくそのまあ、今でいうお金を、密造というか偽造した、場所の洞窟だということをまあ、歴史はねすごい長いということで、ちょっと行ってみましょうかね。ここが休憩所ということですね。大田部島、何か情報が得られそうな休憩所を見つけた。
はい。というわけで、これから先なんですけど、まあ、偽金を作ったね、洞窟にね、行こうかなと思います。まあ、その江戸時代、その洞窟で、藩府だという、まあ、今で言う、ね、お金を作ったところに、これから行くんですけど、結構道がね、いっぱいあるな。よいしょ。ほとんどなんか人が住んでるような気配はないですね。すごいな、これ。さっき船から見えたんですけど、これがね、お寺ということですね。すごい。すごいな、これ。それとかも、なんか意味があって、こうしてるんですかね。もともとはこの上に家があったとか、そういうことなんですかね。すごいな。まあね、すごいお墓があるんですよね。これはもうこんだけ人が住んでたってことですよね、この島に。リアルにね。何じゃこれ。仏様とか、みたいな石が。相当気が。すごい。ここに来てあった。間違えたな。うわ、これ絶対ダメでしょ、これ。はい、これが、ね、案内図なんですけど、もう洞窟から近く来てると思うんですけどね。うわ。やばい。戦場のような場所だ。道がない。偽りのね、金を作ってたので、そう簡単にね、行ける。となるとまたこれも問題ですからね。
あー、ダメだ。もう、すぐ近くなんだけど、道が。こんにちは。あの洞窟探してんですけど、あの、あ、そこですかね。あ、行かれたことはあるんですか。あるんだってな。あなかなかないですよね。これ私はですね。もうね、梅雨明けてくれたらいいんですけど。すいません、ありがとうございました。大丈夫です。ちょっと参考になりました。すいません。ありがとうございます。ちょっとね、無念なんですけどね。洞窟までの道がすべてね、草とかで進めない感じになってるんですよね。あ、後ろのね、道も、洞窟に行く道なんですけど、やっぱこんな感じで進めないんですよね。ここが、大田部島のね、小学校。すいません、ちょっと息切れて、だいぶ歩いてきたんで。うわ、門がぶち壊れて、めちゃめ、うわ、備前市。もう多分ね、相当、使われてないかな、これ、もう。道がある。なんじゃこりゃ。道が。この先に何かあるのかな。うわ、びっくりした。なに、タバコの自動販売機が壊されたやつが、なんかお酒みたいな、ローズ。ここはもしかすると洞窟に通ずる道かもしれないです。いや、でもただの道、こういう場所がね、一番僕苦手なんですよ、本当に。でもちょっと人の息がするかな。こうやってトイレ閉めてんのがまた不気味やな。これ何かね、足跡みたいなのがあるんですよね。おそらく動物の可能性が。イノシシかな。人間の足跡、道の可能性がするんですけど、なんか仏様とかそういうのがめちゃめちゃいるんですよ。気持ち悪いぐらい。これは天保休憩室って書いてあるんですけすごいな。うわ、あそこにね、あるということで、まあ、行ける雰囲気で あるんですけどね、どうなんかな、まだ距離が。
どこじゃ、どこじゃ。残念ながら今回はたどり着くことができませんでしたが、こちらが噂の洞窟になります。非常に険しいね、道を進むような感じなので、現在では立ち入ることができないようです。無念。はい、というわけで、お疲れ様でした。今日はね、大田部島のね、上陸作戦ということで、まあ船のね数も少ないので、まあ一つ逃してしまうと、次が、13時とか、昼過ぎてしまうので、今日は本当に1時間ちょっとぐらいの、旅でしたけど、まあちょっとね残念な、結果になったりなんですけど、おそらくねこの洞窟まで行くのには、長ズボンとか、その草を刈ったりする鎌とかそういうのがいるかもしれないですね。ちょっと、まあ蜂とかいたりとか危険な部分もあるんで、まあ夏の時期よりかは冬行った方がいいのかなという個人的な意見でしたけど、まあちょっと、中まで入れなかったのが、残念なんですけど、また、機会があればリベンジしようかなと思います。はい、というわけで、まあ町はねこういう感じ、島はねこういう感じだったので、興味があったらぜひね皆さん行ってみてください。はい、それではね、帰ります。ヤバンスピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。